第4試合株式会社東京名学プレゼンツ覆面マニア初負けたらその場で鍛え直しマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナー116番のミサキ、125番の秋山ケイ、体重日替わりで変動、夏場は減少、桜キャンダレー、青コーナー165番のチャシュウマ、195番のコリュウキ、210番のキクタラ、ダッシュ取ってるんだ、言うなよ、ダッシュ豆腐取ってるみたいに言うなっちゅうねん、こら出るやん、出るやん、出るやん、よし、この辺だ、
Yeah.
やー、豊島のね、ヒステリーっていうのは怖いですね。いや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 、堀内が殺されるところでした。ありがとうございます。いやいや、そんなことは誰も思ってないですよ。今あんた何て言ったの？ねえ、30代以上の女性、今みんな敵に回しましたよ。ねえ、謝っといた方が炎上するからね。まあ、この試合内容自体はもうすでに炎上しているという話もございますが、ね、そこはまああのね、優しい覆面マニアのファンの皆さんですから、はい、僕にね、太ってるよって言ってくれたファンの人たちですからね、はい、チャーシュー、ね、誰がチャーシューだっつってんだよ。分かること、人を太ってるみたいに言うなってんだろ、お前よ。分かることやろ、怒っちゃダメだ。あ、チャーシュー、チャーシューね、こっちね。まあまあそんなことですけども、2部も始まりました。ね、なぜか代表試合に掲げされてですね、逆に切れる僕というですね、早く終わらせろやっていうね、やっぱり1試合目がいいですね、はい、盛り上げてさっと帰りたいっていうね、どっち開けても後が取り返してくれますから、後になればなるほど取り返しがつかなくなってくるというですね、まあそういうこともありますけれども、この後も譜面マニア、最後まで皆さん楽しんで帰ってください。どうもありがとうございました。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、北野選手、はい、この試合条件付きマッチでしたね、覚えてますでしょうか。お知らせありがとうございます。知りまへんな。負けたらその場で鍛え直しマッチという条件付きマッチでございました。残念ながら菊太郎、堀幸、チャーシュー番組が負けてしまいましたので、ここでその地獄のインストラクターをご紹介したいと思います。マッチョパンプの友人、湾岸戦争に参加、元 US アーミーフィットネストレーナー、総合格闘技プロレスラーのコンディショニングトレーナーを務めます、ヒューマンパフォーマンスとファンクショナルトレーニングのスペシャリスト、フロムアメリカ、ミスターフィットネス。負けたですね。負けたですね。そうですね。なんでよ。さあ、イエスさん。はい。さあ、イエスさん。大丈夫です。ここからトレーニングやりましょう。トレーニング。フィットネスタイムです。I can't stop。おお、できます。マッチマッチです。レフェリーどこだ。レフェリーです。どうしてここで笑いが起きるのかな。おかしいな。知ってるよね。そうだよね。なぜ半笑いなのかな。
マジでな、俺たちはそんなものは必要ないからな。勝ちたかったらとっくに練習をしてるしな、死にたくなければ受け身を取れっていうだけだな、これは。いや、要は受け身ももっと取った方がいいと思うよ、ね、死んじゃうからね、本当に、はい、どの体勢で落ちても今どの角度でどの高さでどの速さで落ちてるから、どのタイミングで手を出せば受け身が取れるかっていうのを考えないでもできるようになってください。はい、ね、言うても全然説得力ないこの人ね。恐るべしミスターフィットネスね。彼がね、ミスターフィットネスなのでね、僕はミスターリラックスですよ。僕はどうやったら楽をして生きれるか、それを追求してるプロフェッショナルですから、はい、ね、みんながね、真似をすればどんどん平和な世の中になってきますから、戦うことを知らない人たちになってきますからね。こうやって世界はドミネーションコントロールされています。言うてもわからないかな、ちょっとな、詳しくはいろいろと、あのね、リーメイソンとかそういうのでググってみましょう。信じるか信じないかは、ね、あなた次第みたいなことをいろんな人が言ってましたけど、まあそんなこんなで、よくわからない罰ゲームでした。ありがとうございました。